いやー、連日メダルを取っていますよね。東京五輪については厳しい声もありますけれども、なんだかんだやってると見ちゃいますよ。動画投稿する頃にはちょうど試合中でしょうけれども、今日はね、ソフトボールの決勝、これを見なければいけない。一方で五輪反対を言い続けてきた人たちは今結構批判にさらされている場合もありますね。昨日は朝日新聞の論調を紹介しましたけれども、反対しつつしっかり五輪には乗っかるんですよ。そのあたりのダブルスタンダードが見え隠れします。あれはもうオリンピックにダブルスタンダード団体戦みたいな競技があったら金メダル間違いなしですよ。個人戦というのを考えてみると、強豪ひしめく熱戦になりそうですね。その中でも花がある選手といえば、やはり立憲民主党の蓮舫さんでしょうか。五輪反対を言いつつも、堀米雄斗選手素晴らしいです、ワクワクしましたとツイートしてものすごい突っ込まれています。それに対して蓮舫さんは、選手への応援と政府の危機管理体制への姿勢は別ですとツイートしてさらに突っ込まれています。やっぱり蓮舫さんっていうのは演技構成点、これが素晴らしいですよね。あえて突っ込まれるようにこうやって書いてるわけでしょ。あれがもし素だったら天才ですね。一方、ダブスター個人戦で花がなくて予選落ちになってしまったのが共産党の小池さんですね。記者会見で、五輪は中止にすべきだと言っているわけだから、五輪の中身についてコメントすることは控えたいと発言しているんですが、この方ね、開会式はちゃっかり見てるんですよ。実に中途半端と。まあ、このように、まあ、蓮舫さんにしても小池さんにしても、まあ、他の政治家の方にしてもですね、さまざまこう批判を加えていたわけですよね。批判といえば、そういう政治家だけではなくてメディアもやっていたわけですよ。元朝日新聞の鮫島博氏は、日本のメダルラッシュに思うところがあるようです。日本勢メダルラッシュに歓喜するマスコミ報道が溢れてきた。日本がすごいのではなく、選手個人がすごいのである。ナショナリズムを横並びで煽る五輪報道から卒業できないものかと、まあ、このようにマスコミ批判の文脈で書いてるんですけど、いや、あなたそこにいたんでしょう。というか、これ全体的にうって思いますよね。日本がすごいのではなく、選手がすごいんだと。確かに一番すげえのは選手ですよ、間違いない。ただ、スポーツにおける国の要素、この環境要因ってものすごく大きいわけですよ。今メダルを多く取っている国っていうのを挙げるとですね、日本、中国、アメリカ、ロシア、イギリス、オーストラリア、韓国とか、そういう国ですよ。なんかこう、結構知ってる国ばかりですよね。多くのメダルを獲得するということは、様々な競技でメダルを取っているということです。特定の競技だけ強い国なんていうのもありますけれども、やはり様々な競技でメダルを狙っていくとしたら、国の要素、まあ、国が整備する環境要因は大きい。一定程度の人口規模があって、人口規模があるからこそ競技人口っていうのも確保できると。さらに経済も発展していないとなかなか難しいですよ。経済が一定程度豊かじゃないと、まともな練習場とかまともな競技場とか作れませんからね。そして余裕がないと、そこにスポーツに予算をつけて強化していくとか、そういうこともできませんから。スポーツの商業主義ってちょいちょい批判されることがありますよね。だけど、商業化しているからこそ選手がスポーツに集中できるという面もあります。スポンサーがお金を出して、まあ、お金を出してくれるからこそ選手は安心して競技に打ち込みますよ。あとは海外に遠征したりして、でまたそこで切磋琢磨してレベルを上げていくと。そもそも論で言うと、国がまず安定していないと競技どころじゃないですからね。政情不安定だとか、まあ、紛争になっているとか、ちょっと考えりゃバカでもわかると思うんですけども、環境要因って大事ですよね。だから、そういう、まあ、インフラから含めて整えてるのがやっぱり国の仕事なわけじゃないですか。選手がすごいのは当然だし、それは誰も異論がないでしょう。ただ同時に、日本すげーでもいいんじゃないでしょうか。何なんでしょうね、こういう時にあえて日本を否定していくスタイルは。こういう思考だと生きていて疲れそうですよね。もうせっかくの東京五輪なんですから、楽しんだらいいじゃないですか。まあ、もちろんね、コロナの状況とかがありますから、まあ、それを懸念して、いや、批判している人って何もなくても批判していますからね。ということで、今日は以上です。さあ、ソフトボール見ないと。